さんこんにちは、ほのかです。本日は胸の前後と左右のアイソレーションについてゆっくりと解説していきたいと思います。それでは早速レッスンスタート。まずは足を肩幅よりも大きく開いて、少しだけ膝を曲げます。最初は前と後ろの動きをやっていきます。胸を出すときは前というよりは斜め上に突き出すというイメージでやってください。ポイントは後ろに戻すときに膝を少し曲げるとやりやすいと思います。それではカウントで一緒にやってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ツー、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。次は左右です。膝を少し曲げて胸を横に動かします。イメージとしてはしっかりと体は正面に向けたまま遠くのものを取るという感じです。右、左、右、左。この時の注意点は肩が一緒に倒れてしまわないこと、そして下半身が一緒についていってしまわないことです。腰は固定した状態で、肩は平行に、体はまっすぐの状態で胸だけを動かしていきます。それでは一緒にカウントでやっていきましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ツー、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。最後は前後と左右の4つをつなげて回します。1 2 3 4。この4点をしっかりと通って滑らかに円を描いていきます。一つずつ止めてカウントでやると、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。次はつなげてカウントでやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。ツー、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。それでは音楽に合わせてやっていきましょう。いかがだったでしょうか。胸のアイソレーションは特に横の動きが難しいと思うんですけど、毎日やっていくと体が動きを覚えてきて可動範囲が広がっていくと思うので、皆さんぜひ毎日練習してください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。よければ評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。またねー。